横、山本源氏物語は、源氏物語の写本の一つ。横山慶次郎の所蔵であったことから、横山本と呼ばれる。大部分が一面9行、稀に一面10行で書かれており、奥書きはない。鎌倉時代中期頃の書者と考えられており、伝承筆者として、藤原ためかね等の名前が挙げられている。49条が現存しており、母木義 朝顔、藤若葉、幻、手習いが欠けている。本文系統は、橋姫、死の元、明巻けの3条が別本、その他の46条が青表紙本であるとされている。一時期、池田機関のもとにあり、後位源氏物語及び、源氏物語体制後位編には、競合本文の一つとして採用されたが、 現在の所在は不明であり、現在は池田が作成した橋姫とあげ巻きの新写本のみが、東海大学図書館登園文庫に所蔵されている。高位源氏物語及び、源氏物語大成功異変には、競合本文の一つとして、写本記号、横、横山本藤原ため金等を書く、筆、横山慶次郎像として、切りつぼ、うつせみ、ゆうが若紫、 末つむばな、紅葉が、花園、青い、榊、花散る里、妻、明石、三を尽くし、よもぎぶ、関や、絵合わせ、昭風、薄雲、少女、玉かずら、初音、古城、ホタル、とこなつ、かがり火、のわけ、強香、巻柱、梅市、藤浦場、若菜城、若菜下、柏木、横笛、鈴虫、夕霧、古本、におうみや、 勾配、竹川、沢並み、宿りに、浮船、掛けろ夢浮橋が、青表写本の本文を持つ写本として、橋姫、椎の本、揚げ巻が、別本の本文を持つ写本として行為が採用されている。なお、池田機関は、行為源氏物語について、現在のように、大島本を定本とする以前にこの横、 山本を定本とすることを検討していた時期があったとされている。ありがとうございます。